はいはい、こんにちは、アリアです。ドラゴンクエストビルダーズ2続きやっていきましょう。前回はね、ようやく5つの野菜を植えて収穫祭を行いましたね。行って夜が明けたと言わせてもらえずに火場番号をやってきましたと。そこでね、ちゃんとお前は破壊しろよとマギールちゃんが怒られましたが、嫌ですといったところで終わっております。もうね、続きが気になる方は主に僕ですが、いると思うのでやっていこうと思います。では死ね。ひどいですね。おお、強い。このようなものももういらん。汚ねえな。おお、おお、胎児が。ああ、ハーゴン様、やはり破壊は最高です。言っただろう、ビルダーは絶望を生む悪だと。さあお前たち、この人間どもを破壊神様の生贄にするのだ。あ、猿が消えた。攻めてくるぞと。あ、時間をくれますね。強大な奴らがここを囲んでおる。今すぐぶっ倒すぞ。準備はいいな。いいぞ、装備もバッチリだぞ。俺はこんな気持ちになったのは初めてだ。マギールを退治を壊すなんて、俺は奴らは絶対に許さない。怒ってますね。あ、マギールが転がってる。あ、はいはいはい、おお、無事に倒せたね。ラッキー。もうレベル8か、早いな。うん、イエーイ。蛍光儀、しっかりしたので作られた動きやすい服。うん、おお、早く移動できる、それはいいな。やったな、所詮雑魚どもだ。俺の敵じゃない。だがどういうことだ、強盗の魔物どもを倒したのに全然気分が晴れないぞ。うん、マギールを拾ってこなきゃ。どうやらわしはここまでのようだ。うん、まだ終わったわけではない。みんなで育てた胎児は破壊されたが、まだ希望は残されておる。うんうん、お前は言っておったな、胎児はどうやって生まれたのかと。胎児は生まれたのではない、かつて島に来たビルダーが作ったのだ。はあ、お前にこれを授けよう。おう、風のマント、空中飛行でまだ見ぬ絶景がそこに。そんないいテンションじゃないんだけど。その風のマントがあれば空を自由に飛べる。胎児を一から作る手がかりを探すのだ。そんなことできるわけないです、マギールさんがいないと。だから死んじゃダメです。わしはすべてを教えた。あとはお前が助けよう。わしの弟子たらお前ならできる。チャコよ、大地の復活させ大農園を作ることがお前の夢ではなかったのか。夢を諦めてはいかん。夢を諦める言い訳を探してはいかん。チャコのことを、みんなのことを頼む。たった一晩ではあったが、ビルダーになれてわしは嬉しかったぞ。
マジか。俺たちでヒババン、この野郎をぶっ倒しに行くんだ。マギリの敵を撃つぞ。マギルさんは大樹を一から作れって言ったんです。だがお二人に言ってほしいところがあります。おお、マジか。このゲームで人が死ぬとは思わなかったな。うんうん、言ってほしいところがあると言ったな。マギルさんに聞いたんです。枯れてしまったかつての大樹が今も島のどこかに残されてるって。そこに行けば新しい体重を一から作る手がかりがつかめるかもしれません。いきますか。イニシエのビルダーも体重を作ったんです。ビルダーのあなたならできますと。新しい恵みの体重を私たちの手で作るんです。そして島に緑を取り戻しましょう。だが問題はかつての大樹とやらがある場所にどうやって行くかだな。確かに。風のマントが鍵なのかもしれません。どこで使うの？ミミン。僕かつての大樹がある場所に心当たりがあるよ。ほうほう。じゃあ話しかけましょう。高いところから飛び降りながら丸ボタンを押す。なるほど。僕、教団から逃れるために島を巡ってきたから知ってるな。かつての大樹がある場所も。かつての大樹は陸地から離れた小島にあるんだ。だから普通の魔物や人間はいけない。なるほど。湿地帯にある多くのトマト農園には行ったよね。行った。トマト農園にワープして湿地帯東に抜けていくと小さな岬があるんだ。その岬から風のマントに飛べばかつての大樹がある小島に行けるはず。行きますか。みんな悲しんでますね。そりゃ悲しいわ。マジかって感じだわ。ほんまかよ。悲しいな。これか。恵みの大樹はモンゾーラの希望、最後の希望は岬いる先の地に。モザイクがかかってる。何時、もし風のマントを持つのなら、この地から飛び、空中で丸ボタンを押すべし。押すべし。行きますか。飛んでみましょう。モザイクかかってるね、やっぱりね。飛んでから丸ボタン押せばいいんだね。おー。全然高度が下がらない。すごいな。あ、ここ行っちゃおう。あ、いて。うわぁ、毒の沼だ。これでなんか律儀に下から行くもんじゃない？ふぅ、なんとかついたな。おぉ、これは別に階段じゃないのか。よいしょ、読もう。古い紙に文字が書いてある。何者かが残した手記のようだ。読みますが、読みましょう。私は副総督としてこの島にやってきた。島を治める副総督である以上、この島のあらゆることを知っていなければ、島の住人たちを導けないだろう。私はあらゆる場所から古い書物を集め、この島の歴史について学んだ。この島を語る上で欠かせないのはやはり恵みの大樹ということになる。恵みの大樹はまさに島の歴史そのものなのだ。島の大樹はあの憎きビルダーが作ったという。物を作るビルダーなど我らがハーゴン教団の敵でしかない。そしてビルダーこそ人間を惑わす悪。しかし枯れ果てているとはいえ、このように巨大で力にみなぎる木を一から作り出すことができるとは。どうやら私はビルダーにほんの少しだけ興味を出てしまったようだ。ああ、真面目だったんだね。創生力と書かれたズタボロの本が置いてある。
読もうか。私にとって新天地となるこの地に迷い込んでどのくらいの年月が経ったのであろう。モンゾーラと呼ばれる島では、人々は日々何をするでもなく、ぼんやりと魚を取って暮らしていた。しかし私は他では見たこともないこの豊かな大地をそのままにしておくのは忍びなかった。だからこそ恵みの大地を作り、人々をものづくりに目覚めさせたのだ。島の人々が物を作る喜びを知り、満面の笑みでキャベツをかけた姿を私は忘れないだろう。ものづくりなきこの地に確かなものづくりが息づくことを願いながら、私は次なる地へと足を運ぶ。あー、こっちがマギールの書いたメモで、こっちはあれか、昔のね、ビルダーが作った。なんだ、もらっていいのかな、宝だった。なんか違うことしてる。なんだろう、なにこれ、プランターだって。ちょっとプランターだけ拝借していこう。よいしょ、よいしょ。わお。かか、貴様ら人間、なぜここにいる。この島の口先は、ヒババンコ様の手によって破壊の象徴になったかつての大樹。恵みの大樹は今や破壊の木。島の土を腐らせるババンコの実をその胞子によって生み出しているのだ。そうなんだ。それが鎖風の正体ってことか。ここは立ち入りが禁じられたモンゾーラにおけるハーゴン教団の聖地。島の秘密を見た以上、貴様らには死んでもらわねばならん。メイドの土産ほど余計なものはないよね。うほうほ長い、うほうほ長い。あ、倒したわ。すげえ。よし、教団の魔物どもをぶっ倒したな。かつての大樹を破壊の木に変えてやがったとは、どこまでも行き着かないぜ。あの小汚い光は何だ。小汚い、まがまがしいって言ってやるよ。誰です、私に語りかけるのは。私はかつて大樹だったものです。しかし今は朽ちて、朽ちた私から出る風は災いを呼びます。あなた方が何者かは知りませんが、すぐにここは立ち去るのです。なんですって、仲間たちと共に新たな大樹を作りたいと。いいでしょう、ならばあなたの手で朽ちた私を破壊しなさい。うん、あなたの頭上の朽ちた黒い木がかつての大樹です。本地木の樹皮をすべて剥ぎ取って、そして私の元に持ってくるのです。わかりました。これか、本地木の樹皮。おお、命の原木。すげえ。キラキラや。はい、持ってきましたよと。よくやりました。私の命を破壊したのですね。金色の樹皮は私の命がわずかに燃えていた部分。うん、これで私も完全に壊れることができましょう。島はすでに破壊へと傾き、ヒババンコが鎖風を増幅しています。今や私を壊すだけでは悪しき方はやまないでしょう。どうしたらいいのかな。しかし私のかけら金色の樹皮から新たな大樹を作れるかもしれません。ビルダーよ、どうです、新しい私の姿、思いがけませんか。覚えておくと良いでしょう。想像とは破壊から生まれるもの。しかし無からは何も生み出せないのです。あなたが新たな大地を作り、島に緑が戻る日を待っています。ありがとう、私を壊していく。今回は悲しい回だな。
おお、勝手に帰ってきちゃった。大樹の設計図1を描いた。お、すげえ。これ結構大変だな。まあやってみますか。これはまさか新しい大樹の設計図。本当に一から大樹を作る気か。そんなに大それたこと。素晴らしい素晴らしいぞ。喜んでますね。新しい体重を設計で作ろうならと、お主は大バカ者だ。だが、我が輩の胸にいま一度火が灯ったぞ。皆さん、もうお願いします。大農園を作る夢をもう一度叶えさせてください。そうっすよね。一度大農園ができたっすけど、これじゃ夢が叶ったとはまだ言えないっす。新しい大樹を作っちゃおうよ、マジで。どこにいんの？湧いた、水の中だ。まだ泣く。マギリスさん見ててください。私たち必ずやりときます。はあ、作りましょうか。ロシアムの曲がやったやった。新しい大樹の設計図を描けたね。これからは島の旅水だった僕の知識でみんなの大樹作りをサポートするよ。ほうほう、書き方的というかどこか半端ないようだな。うんうん、土台部分なんですよ。見たところ3段階に分かれてる。なるほど、よかったよ。たくさんのことを教わりましたけど、実はまだ聞いてないことがあって。大樹により大きな力を与える何らかの方法。あー、なるほどね。じゃあとりあえず大樹を作っていけばいいのか。よいしょ、おしまいにいたしましょう。いやはや、もう私これで空っぽ島に帰れると思っておりましたが、今回はちょっと悲しい回でしたね。次回から3段階に分かれたこの大樹を作っていこうと思います。それじゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。